はあのシーフードとキヌアのマリネの方を作っていきたいと思います。ちょうど今日はあの木曜日のお昼頃ですね。朝から仕事を始めたんで今はお昼の休憩中。近くのスーパーからあのシーフードの方はこういうのを買ってきました。これカニカマっていうのか、日本で言う。それとタコとイカ、それだけだったら多分マリネになると思うんですけれども、貝が入ってるんですよ。でロサンゼルス、日本じゃなくてアメリカっていうことなんで、ちょっと食中毒とかの方も心配になってしまうんで、とりあえず生ではなく今回は火を通していきたいと思います。袋からお皿に出すとこんな感じなんで、ちょっとつゆというかお汁の方が多いんで、水を切ってからフライパンの方で炒めていきます。ザラの方で水切りしてるんですけれども、あのムール貝、ルーム貝かな、ムール貝とか入ってて美味しそうです。これをあのいつも使っているのがオリーブオイルなんですよね。こっちの方がなんかヘルシーっていうんで、これをいつも使っています。あのアメリカの普通のスーパーマーケットで買ったあのフレッシュじゃないやつなんで、とりあえず食中毒の予防のためとして火を通すことにしています。それなんであのカニカマみたいなのは多分火が通ってるんで、主にこの貝とタコとイカに軽く火が通るようにしていきます。経過途中はこんな感じです。キヌアの方はまた炊きました。今換気扇が回ってるんでちょっとうるさいんですけれども、炊いてしばらく経って冷ましたので、これからシーフードミックスと混ぜていきます。ドレッシングの方の用意をしていきたいと思います。今回使うのはあの前回サラダの方に使ったケンズスティックハウスの、エジアンセサミの方ですね。これは私のお気に入りです。あの前回紹介するのを忘れたんですけれども、ジンジャー、生姜の方とソイっていうのが、お醤油の方が入っています。でこれを使って、でメジャーの方がここにあるんで、これで一杯分ぐらいお皿の方に入れたいと思います。そしてこちらの方ソイソースということで、お醤油の方、こちらの方もちょっと少なくていいかな、このメジャーで半分ぐらい入れます。そしてあのマリネっていうことなんで、今回はあのバルサミコビネガーの方を使いたかったんですけれども、ちょっと自宅の方に忘れてきてしまって、今お友達の家にいるんで、この普通のビネガーの方を使いたいと思います。でこちらの方もこのメジャーで、このメジャーっていうのがテーブルスプーンで1杯分ですね。でこれを入れていきます。こちらの方を混ぜます。こんな感じです。それではこちらのシーフードミックスの方冷めてきたので、こちらの先ほど作ったキヌアを入れていきたいと思います。キヌアとシーフードのミックスの方を混ぜるとこんな感じになりますね。でそれ今作ったこっちのドレッシングの方を入れていきたいと思います。全体的に混ぜて一緒に混ぜ合わせます。キヌアとシーフードのミックス、こんな感じに仕上がりました。あのお友達ここに住んでいる4年ぐらい後で帰ってくるんで、みんなで分けて食べようと思います。皆さんもお試しください。